皆さんベジファーストってご存知でしょうかね。食事の前に野菜を食べておけば、その後にですね、野菜の食物繊維が血糖の吸収を抑えてくれたり、油の吸収を抑えてくれる、まあ、特に血糖を上げにくくするという働きがですね、直接的にこれ肥満の解消につながっていくんですね。こういったことが、まあ、食後に起こる高血糖、血糖値の異常な上昇を抑えることによって、まあ、糖尿病予備軍の状態を改善してくれる。それから、インシュリンがですね、糖を下げるためにワッと出るんですけども、このインシュリンがですね、内臓に脂肪を溜め込む働きをしてしまいますので、食後に血糖値を上げにくくするということは、インシュリンの分泌を減らしてですね、それが脂肪を作るということも抑えますから、肥満の解消にもう直接的につながっていくわけですよね。こんなことでベジファーストが今推奨されてきたわけですが、なかなかこの寒い季節、特にですね、野菜サラダをですね、食事の前に食べるって結構苦痛なんですよね。実際私がそうだったんです。そこでですね、私考えました。これ野菜が食物繊維を含むからいいんであれば、じゃあ食物繊維を含むもっと食べやすいものないかなということで、目をつけたのがこの大豆なんですね。特にこの蒸した大豆をですね、丸々この大豆の栄養素を食物繊維とともに逃がさず調理した状態の蒸した大豆、蒸し大豆を食事の最初に食べる、まあ、大豆ファースト、これがですね、実はですね、ベジファーストに勝るとも劣らないというかですね、まあ、そういう効果を発揮することが分かったんですね。これまあ小規模の実験なんですけども、食事の前にですね、炭水化物糖質を食べる前に野菜を食べていただいた方と、まあ、同量の食物繊維を含む大豆を食べていただいた方と、その後の血糖値の変化、それから満腹感の状態、これを調べてみたらですね、食後の血糖値の上昇に関しては、まあ、野菜を食べるベジファーストと大豆ファーストというのはほぼ同等です。そして注目すべきは食後の満腹感なんですよね。やはり大豆ってこう噛んで食べますよね。それから食物繊維以外にタンパク質も含んでるわけですよ。これが腹持ちの良さに貢献してくれて、大豆ファーストを行った人たちっていうのはですね、ベジファースト、野菜を食べた人たちよりも食後30分から1時間後の満腹感がですね、よりあったわけです。そうすると今度間食をしなくなったり、食事の最後に持ってきたご飯や麺やパンを食べるというところもこう抑えてくれることになってですね、より効率よくですね、食後の血糖の上昇を抑えることによって、まあ、糖尿病の予備軍から解放してくれるとともにですね、メタボッパラになるこの肥満をですね、解消してくれるということが分かったわけです。で、今回ですね、じゃあどうやってその大豆ファーストを楽しくできるだろうかと。ただ蒸した大豆を食べるだけでも美味しいんですけども、それを料理にしてしまえばですね、最初にこうお通しを食べるような感じでですね、先にこの大豆のレシピを食べておけば、大豆ファーストが美味しく簡単に実践できるということで、この料理研究家のですね、奥園先生にレシピを考えていただいて、とてもですね、食後の高血糖を抑えてですね、ダイエットで生活習慣病の予防にも役立つレシピ本が完成いたしました。